太切り、学名テレブラプリーティアッサは、タケノコ外科に分類される海産の巻貝の一種。タケノコ外科としては大型で、拡張150ミリメートル以上になる。殻は、細長い水型で、黄色がかった地に農家主食の方形藩を巡らす。本州中部以南からフィリピンにかけての西太平洋に生息する。俗名、テレブラは、ラテン語のテレブラ、イコール水。 首相名のプリーティアッサは、ラテン語のプリーティアッサで、価値ある、貴重な、高価ななどの意味の形容詞。この首相名は、英国のスタインフォース牧師の発案によるもので、その当時は、ホロタイプとなった牧師所像の標本が唯一のものだと信じられており、彼のコレクションの目玉の一つであったことに由来する。水深40から120メートルのサレ規定に生息する。 詳しい生態は未生だが、タケノコ外科の一般的生態として、肉食性で、私有遺体である。プリーティアッサという学名や、太切りという和名で呼ばれる貝には、地色が黄色いものと、白いものの二型があるが、この二型を同種とするか別種とするかは資料によって異なることがある。また学名や和名には、プリーティアッサ、富士フ太切り、富士タ切りなどの名が使用されるが、 これらの使用法にも混乱があり、図がない限りこれらの学名や和名がどちらを指すかがわからない場合が多い。例えば下記の表のように、日本を代表する海類図鑑である、日本近海産海類図鑑の初版では2型は、同種とされたが、第2版では白い型を、太切りシープリーティアッサ、黄色い型を、藤田切りシングヤロテラブラフ自体。 第2版の正語表では白い型を、太切りシングヤロテラブラ SP、黄色い型を、藤田切りシングヤロテラブラプリーティアッサとしており、混乱が続いていることがわかる。なおこれらの図鑑で使用されている属名、シングヤロテラブラオヤマ、1961と、竹の子外族の学名テレブラの合成語は、フェドソブラによって、テレブラの異名とされた。このように学名や、 和名の混乱は未だに解決されていないが、本校では、解散動物のデータベースワームズや、日本近海産海類図鑑、第2版に従って2型を別種とし、また、それぞれの名称が最初に提唱された時の学名と、和名の組み合わせに従い、黄色い型を、太ギリーイコールプリーティアスサ、白い型を、藤田切り、イコール、テレブラ SP としている。白い型の学名は、 富士大黒田ハベ、1952とされることもあるが、この学名の使用の可否には諸説ある。以下は2型を便宜上、黄色型と白色型とし、その特徴と用いられる複数の学名と和名について説明したものである。黄色型と白色型の一般的な特徴は次の通りである。黄色型と白色型に用いられる複数の学名は、 以下の通りである。ジタイという学名に関しては記載者や記載年が異なる複数のバージョンがあるため、それらも分けた説明となっている。リーブより左フト切りプリーティアッサのホロタイプ身に、ジタ田切りジタイと命名された図職用などには利用されないが、収集家などに貝殻が陳徴されたことがある。新種として発表された1842年には、 スタインホース牧師所有のものが唯一個体とされ、そのコレクションの目玉の一つとして、プリーティアスサと命名されたのは冒頭にある通りである。その約120年後に日本で出版された世界の貝にも美しい黄色地に濃褐色型派があり、派手である。キーやトサのエビ毛にかかるが極めて稀である。おそらく本種が日本産、切り替中の王様と言えるかもしれないとあり。 100年以上の時を超えて収集家の間で本種の貝殻に価値が見出されていたことが伺える。ありがとうございます。